グレッグ・バーランティは、アメリカ合衆国の脚本家、プロデューサー、監督。カルト的な人気のテレビドラマ、エバーウッド遥かなる、コロラドの企画原案者であり、ブラザーズ&シスターズや、アローなどのドラマでもショーランナーを務める。また、劇場映画、グリーンランタンでは、原案、脚本、制作を担当した。1972年、ニューヨーク州ライで誕生。両親は、バーバラ・モラー・バーランティとユージーン・バーランティ。2004年8月のエンターテインメントウィークリー誌におけるインタビューで、自分たちは、ワスプの町に住む、イタリア人だった。そのコミュニティの9割方よりも貧しかったと語った。グレッグ・バーランティ制作のテレビ番組の終了時には、テレビの前に座る家族の後ろ姿が映り、グレッグ、頭をどけろ。と叫ぶ声が流れるのが恒例だが、それは実際に自分がテレビ画面の前に陣取っていた時に父親に怒鳴られた様子を再現したものである。バーランティはノースウェスタン大学で執筆を勉強し、フラタニティなど多くの活動に参加した。また、ゲイであることを公表しており、2017年にサッカー選手のロビー・ロジャースと婚約した。ドーソンズ・クリーク及びその短命スピンオフ番組、ヤング・アメリカンズの脚本と制作を担当。脚本と監督を担当した劇場映画、ブロークン・ハーツ・クラブでは、当時の自分の友人たちをモデルに、ウェストハリウッドに住む、ゲイ青年たちの生活を描いた。最もよく知られる作品は、エバーウッド遥かなるコロラドで、同番組の企画原案、制作総指揮、ショーランナーを務めた。短命ドラマ番組、ジャック&ボビーや、ノーオーディナリーファミリーの共同企画原案者でもある。バーランティは当初、ザ・ WB 系列の番組を中心に活動していた。2006年、ザ・ WB と UPN を統合したザ・ CW が誕生することになった際、エバーウッド遥かなるコロラドもザ・ CW で継続放送することが検討されたが実現せず、打ち切られた。同8月、タッチストーンテレビジョンと ABC 系列のために複数のパイロット版を企画制作するという契約が発表された。これをもって長年パートナーを組んでいたミッキー・リデルともたもとを分かつことになった。ABC ではその頃2006年秋の放送開始を睨んだブラザーズ&シスターズの制作が進んでいたが、制作総指揮のマーティ・ノクソンが企画原案者のジョン・ロビン・ベイツと意見衝突して降板することになった。そこでバーランティがコンサルタントとして協力することになり、再キャスティングとパイロット版再制作が行われた。結局、バーランティは同番組の制作総指揮を務めることになった。ABC では続けて、ダーティ・セクシー・マネー、弁護士、イーライの不思議な日常の制作総指揮も担当した。弁護士、イーライの不思議な日常では、第1話におけるチメロサールが自閉症を引き起こすという説が物議を醸した。その理論自体は科学的に証明されていないものの、ワクチン接種が減る原因となっている。これについてバーランティは、脚本には両方の意見が反映されている。きちんとした調査を行ったと述べた。劇場映画、グリーンランタンの脚本を、共同執筆したが、一時は監督候補でもあった。キャサリン・ハイグルとジョシュ・デュアメル主演の映画、家族始めましたでは、監督を務めた。ありがとうございます。